今回は、進撃世界の未来で、歴史についてどんな話がされているかを考える、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。未来世界の歴史議論でありがちなこと。エレンは本当は心優しい自由を求める少年だった疑惑リバイ実在論争頭回れの原因考察。ライナーが二重人格かどうか。最高のスパイか否かで議論になるやつ。多くの人が目撃したと証言している道とは何なのか。エレンとアルミンの関係についてはめっちゃ考察される。あと時代がかなり経てばそもそも巨人は本当にいたのか、何かのメタファーかと思われそう。天狗も歴史書に書いてあるけどいなかったことになってるからな。巨人もそうなりそう。巨人存在は割と確定的なんじゃないか。ちょっと地層調べれば圧縮された人骨とか踏み固められた足跡だらけの地層とか出てくるだろうし、女王型巨人と地ならしの存在は確定しそう。確かに地層の骨とか物理的根拠もあるだろうけど、根拠があったところで質量保存の法則とかを無視した巨人やユミルの民について科学的に証明できなければ巨人がいたことを確実には証明できないから、巨人はいた派といない派には分かれると思う。歴史の中枢にいたアルミンたちが大使をやっているくらいだから、みんなで話し合って相当細かいことまで示した歴史書を書いてそう。立体機動装置と呼ばれる兵器が用いられたと記されている。しかしガスとワイヤーのみで飛び回るという危険な兵法が採用されたとは考えにくく、実際は小規模な空爆や砲撃であったと思われる。世界を滅ぼす大量破壊兵器を保有する国相手に交渉するふりすらせず全滅戦を宣言した理由を、の世の常識で考えたらダイナミック自殺すぎて理解不能だと思う。アルミンが巨人や壁についてめちゃくちゃ詳細に記して紛れもなく実在した脅威であると念押ししそう。巨人由来の物質である壁の破片とかは残ってるのか。あるなら科学分析すれば存在に信憑性出るんじゃないかな。レベリオ広場のタケノコとか踏みつぶされても残ってたりしないかな。潜水の生成したものが硬質化分解の対象に入ってなければだけど。リヴァイはエルヴィンが中央に囚われた後も的確に部下に指揮を出して政権奪取まで持っていかせたとか、そういう現実的な功績に着目されて軍師孤児になりそう。あの戦闘力は現実味がなかったか。中央憲兵の奇襲に単独で被害10いくつっていう公的記録もあらかじめ憲兵の奇襲を読んでたの兵士と迎撃したが三段に対応しきれずリヴァイ以外全滅みたいな解釈になってそう。この時代はすでに写真技術があるわけだから残った2割の人口の中にカメラ持ちがいればその人が写真残してくれてそう。そんで後で偽造写真疑惑とか出てきてさらに混乱する。落書きで馬の胴体を付け足されるじゃん。未来でのマーレはクッソ叩かれてそう。あの絶景害虫とは何だったのか、永遠の謎。巨人学会とかいたらしいけどあいつらどこまで研究進んでたんだろ。結局構成員も研究成果も全部足跡の下だろうけど量産型半字かける三桁みたいな集団だったのかな。アルミンの自伝はどこまでが真実なのか。公衆衛星の大家であるアッカーマン家について、道に科学的にアクセスできればいいんだけどそうもいかないしな。リヴァイはアンサイクロペディアに事実が書いてありそう。エレンの最終形態がどう見ても人間じゃなさすぎるし、エレンのやっていることが人間の範疇超えすぎているので、構成ではエレンは人間ではなく、神の擬人化かなんか扱いされる可能性はありだと思ってる。いや、でも座標放送の時のエレンとか、エレンの知り合いや神視点でずっとエレンの動向を見てた読者からは人間に見えたとしても、客観的に見たらあれ人間扱いは無理でしょ。どう見ても破壊神の類です。本当にありがとうございます。エレンが神扱いされてるならフロックは預言者ポジションにいそう。あんだけ被害出したんだしエレン教みたいな宗教はありそうだし。エレンとジークが接触して破壊神が降臨したって感じだと、二人の親であるグリシャが破壊神の使いっぽいなマーレとパラディそれぞれの霊を集めて地獄の蓋開けたみたいな神話になって、そう逆さ釣りになった骨巨人が全ての罪を背負って天に帰ることで、巨人化という現象そのものを消し去った運物理現象書き換えとか科学的な歴史じゃねえわ神話だこれ。マーレには写真撮影の技術があったりするから巨人の存在については確定的なものになりそう。よく言われるがあの世界でも巨人は異常だから巨人がいなくなって数百年経った常識的な世界で実在が疑われるのはしゃあない気がする。逆にハルキ君やそのゴンエンシュなんかからあのわけのわからん道やらなんやらを科学的に解析できればあの世界は気軽にファンタジー技術を実現するかもしれない。あのファンタジーを再現させるとかマジ？巨人は技術と倫理が追いついてなかったせいで地獄になったけど再現できる時代になったら現代よりも便利で豊かになりそう。
人骨と足跡が世界中の地層に残るから、地ならしと超大型巨人は実在した派が多数になりそう。ただそれ以外の地性巨人とかムクはマジで物的証拠が消滅してるから、巨人兵器の信憑性は地ならしより低いだろうな。巨人の存在のせいで成り立たない法則多いやろこれ。当時の調査兵団員の式に高確率で書かれている芋女事件は果たして事実なのか。構成で一番解釈に困るのって、食材とか言いながら大陸に地性巨人残していったカールフリッツだよな。巨人の力手に入れて調子乗ったマーレと100年引きこもってたのに悪意向けられてブチ切れたパラディ島派、割と理解しやすい。全然食材になってないよな。正直パラディ島が本格的に積んでいれんが、地ならし以外選べなくなった元凶の半分以上を担っている諸悪の根源だと思ってる。七つの巨人もあれに置いてったから、侵略戦争に巨人の力しわれて外の世界のエルディア人像を加熱&外の記憶奪って、国という概念や外交チャンネルも奪ってしまったから、そもそも話し合いのテーブルなんてどうあがいてもつきようがなかった状況。エレン最終形態は悪魔以外の何者でもないから、エレン教なる邪教が生まれ悪魔崇拝してる団体がありそうだ。ザックレイ総統が有能なのか、暗君なのか、変態なのかは議論になると思う。貴族を芸術として晒したのは間違いなく新聞記事や誰かの日記に残るから、変態なのは確定。晒すのは新政権のイメージ最悪になるからって中止になってるから、ザックレイの芸術趣味は対外的には表沙汰になってない。あんなの歴史に残しちゃダメでしょ。ヒストリアの子供の父親、議論家の大英雄ライナー・ブラウンの式に意味深な内容が書いてあったことで再燃。お前さ疲れてるんだよ。エレン・イェーガーとの子供に間違いないと、イェーガー派後継を名乗る学者の本には載ってたな。巨人の力持ってるとはいえ、子供4人だけで基地に送り込んだパラディ島潜入作戦は未来永劫叩かれそう。希代の英雄ライナー・ブラウは最初から英雄ではなかった。まるで誰かに導かれるようにあらゆる困難と精神的苦痛を経て成長したとされる。だがいくらなんでもこんな不幸な人間がいるわけがないとの指摘もある。英雄団って大体幼少期からなんか異様達してたりするから、ライナーも三無九を子供の頃に偶然倒したとか逸話がくっつきそう。エルディア人の虐待と合わせて戦争利用の証拠も残ってるし、エルディア人魔法使い説とか出てきそう。リヴァイは大巨人用に結成された一個旅団の部隊名だった。個人であれほどの戦果を上げるのは不可能。さらに途中何度も死んだような記録があるので、部隊はその数を減らしながら最後は英雄アルミン・アルレルトと共に進撃の巨人を討ち取ったのではないかとの見解が一般的になっている。その部隊で生き残った最後の一人があのチビ親父ってわけ。リヴァイは巨人討伐に使われた回転蹴りを扱える兵士たちの名称説や、調査兵団で代々リヴァイを名乗る襲名兵があった説とかが主流で、実は一人の兵士だったのではがとんでも説として一部の人に支持されてたり。リヴァイの戦闘能力や戦果は誇張されており、作られた英雄と言われているが、スラム出身の後ろ盾もない男にそれをする理由がない。ミノルはリヴァイは高貴な血筋の隠し子であり、調査兵団は隠れミノと実績作り、護衛としての役割があった。その証拠に志願しなく決戦で彼は生き残り、調査兵団は護衛としての役割を全うしたという陳説。おにゃんこぽんが世界を救った偉人、あるいは世界を股にかけた大スパイみたいな扱いになってる。偉人扱いまではいかなくても、エレン討伐一行として名を残す可能性は高い。そして子供に有名人の名前を使う人はそれなりにいるから、おにゃんこぽんという名前が一般的になっていてもおかしくない。50年もして世代交代したら、少なくとも一般民衆は巨人化なんて信じなくなると思う。俺らの現実世界だって、人類が月に行ってテレビ中継で世界中が熱狂した出来事からわずか30年でアポロ計画模造説が出てきて、国民の何割かは模造説を信じているらしいからな。強すぎてリヴァイが実在するかどうか怪しまれそうだし、現実の歴史にも凄すぎて本当にそんな人いたのかよって人がいっぱいいるんだろうな。歴史は苦手だからよくわかんないけど。構成歴史愛好家のアルミン・エレン・ブロマンス説をネタにしてたら、アニメ最終回で公式とかしたのは正直笑いました。巨人化能力は過去に栄えてた超文明の云々でオカルトファン絶叫させてそう。巨人の痕跡、足跡や潰された人骨とかは世界規模で隕石が流星群のごとく大量に降り注いだ。足跡上のくぼみは偶然それっぽい形になっただけ説がありそう。あの世界写真機ある視聴大型の足跡大量に刻み込んだ地層あるから、巨人の存在は忘れられようがないけどね。じゃないと核兵器もない時代にどうやって人口数百万人の島が人類の8割を滅ぼせるんだって話になるし、巨人の証拠は大量に残ってるんだから。現実で言えば20世紀前半レベルの技術力なんだし、戦闘の当事者と人類の2割も残っていて忘れ去られるとかありえないよな。
立体起動装置がオーパーツ扱いされる。アルミンが歴史からミカサの存在隠すけど後の辻褄合わない部分が発見されて考察される。もう写真もある時代なのに神話にゃならねえだろ。タイトル見ずにサムネだけ見て自由惑星同盟にこんな軍人おったかなと錯乱した兵長だった。超大型自然保護区トラキ島資源競争に歯止めをかけるため、1800年間世界連合によって徹底的な不可侵条約が結ばれている世界唯一の島。オカルト陰謀論では2000年前の世界大戦の中心地とされていたり、巨木に宿る大地の悪魔を見たというある少年の目撃証言が現在の徹底管理につながったと噂されることもあるが、様々な歴史資料によってその説は完全に否定されている。パラディ島とその他世界で歴史書の記述が変わりそう。結局パラディ島側は引きこもる前の世界のことなんか知らないから、連綿と続いてきた外の世界と価値観は合わないよ。出発点がもう違う。立体起動装置を復元して大怪我するやつと回想。巨人の討伐方法も立体起動装置はスピガンみたいなものでワイヤーに繋がれたアンカーをガスの圧力で射出して巨人の体を複数刺して拘束してガリバー日記の小人の拘束みたいなうなじを切り取ってたみたいな解釈になりそう。アニメ制作やゲーム開発界隈のヨタは見てると、現実世界でも10年20年程度で妄想の歴史真実吹聴するやつが現れるから結構短期間で議論勃発しそう。リバイの顔ってことであの手配書絵が教科書に載ってそう。ここからは、進撃の巨人の世界の未来について考えるみんなの反応です。進撃の巨人って確定した未来がある世界って考えていいのかな？進撃の巨人の能力からして未来の継承者の記憶を見ることができるってことは未来が確定しててかつ見ても未来は変えられないってことでいいんだよね？あとエレンが過去に干渉することも決まっていることって考えていいんだよね？そうじゃないとグリシャが殺すことはないしエレンが始祖の力を手に入れることもなくなるから。ここら辺なんかパラドックスを感じた。エレン過去が存在する時点でエレン未来は存在してるってよくわからなくなる。ブロック宇宙論だ。基本決定論だけどミサカの選択で未来が変わるあれだと思ってた。エレンが誘導成功した平行世界の一つ説。伊佐山先生が影響を受けたウォッチメンに出てくるだー。マンハッタンっていうキャラクターも未来を見る能力があるのでエレンも彼と同じような感じなのかね。ミカサの選択以外の最良の選択自分も死ぬを自分で保存するしかなかったとだんだん分かっていくお話。エレンにとってはただただ辛い道のり。確定した地獄を見せ続けられるのほんまかわいそう。確定してるって考えでいいと思う。道から見ると全て決まっててそれをなぞってるだけ。でも人間に過去現在未来の全てがある空間を理解なんて無理だから未来が見えるって形で自己解釈してるんだと思う。人間目線だと未来が見えるってだけだから変えられそうな気もするけど道目線だと全て確定してるから変えられない。他の作品にありがちな未来予知とは違って未来の継承者の記憶を見る特性だからな改変可能なものではなくてもう決まっていること。グリシャのあれだって次の継承者が血縁始祖進撃かつ道に到達してるっていうごく限られた条件でのみ自覚できてたわけだし他の進撃は無意識レベルで戦いを刷り込まれてた人がほとんどなんだと思う。ミカサが違う世界の記憶を見てるし確定はしてないと思うよ。というかそうじゃないとユミルちゃんが意味不明なんだよね。確定してるならエレンと一緒にテンション上げて進撃する必要なんてないし。あれはエレンが始祖の力で見せたものだよ。ユミルは別に未来のことは知らないんじゃないの。ジョジョ6部のプッチが覚悟こそ幸福とか言ってたけど進撃継承者見てると幸福でもなんでもないよな。エレンに継承する道筋だけが決まってて他は融通きくもんだと思ってる。ヒストリアにキスしてから敵地に乗り込むまでエレンってまだ未来は変えられるんじゃないかって淡い希望があるんだよな。でもそれが確信に変わってって目が死んでくる。自分が死ぬところまでしか未来見えない。なぜだそうか。俺が最後の進撃継承者で次の継承者なんか出てこないんだ。俺が死んだ後で巨人の力は消失するんだって思えたのは地獄の中での唯一の救いなのかな。一枚の絵って解釈すればいいのかもね。道だと過去現在未来全てを含めた一枚の絵が描いてある。それが現実だと一部のみ見える状態。書き換えができるのは道だけだけど時間もないって性質上一枚絵はすでに完成した状態と解釈できる。つまりは道であっても変えられない。海外のアニメリアクション動画よく見るけど向こうもここが何回らしい。たびたび進撃の能力バレシーンでエレン過去変えちゃったのって言ってる。理屈としては多分普通の知性巨人が前人の記憶見るのと同じものなんだよな。進撃の能力ベクトルが未来に伸びてるだけで。そっか。道に時間の概念がなさそうなのを見るとエレンが干渉し終えた絵が確定してることになって道にいる絵か基本人でも変えられないのか。
アルミンも言ってたけどユミルも世界滅ぼしたかったんだろ？ユミルも所詮は元人間だしその辺は知らないんじゃないかな。ユミル自身もあの力を制御できてたかって言われるとそんなことないだろうし、逆にエレミカ完成させるぞって創作作ってる感じだったのかも。あれが本人の思念体かすらも微妙だし、実質王家からの命令を無感情に実行するロボットが自我を取り戻したってだけなのかも。エレンかわいそう。地獄に向かって進み続ける男。進撃の巨人は未来予知能力あるって言うけどあれ実際はエレンの始祖との合わせ技でそうなっただけで、エレンが何もしなかったらメガタと同じ汎用巨人だったんじゃないの？ただのバニラ巨人にエレンが干渉したから未来史が進撃の固有能力っぽく見えてるだけで、本当は進撃の巨人に固有能力なんてないんじゃないかってこと？なるほどな、ありえるぜ。メガタも基本はバニラっぽいしな。アニメで兄さんが俺を父さん記憶に導いたおかげで今の道があるってそういう意味だったのか。そういうことです。ごめん、わかりづらかった。親父が勝手に言ってるだけどな。じゃあ本当に何だったんだろうね。進撃他の巨人は大体ユミルに関わる特性持ってるのがわかるけど、でも一応メガタには他の巨人の能力を発現しやすいって能力あるわけだし、やっぱ未来史が進撃の固有能力の可能性もあるのでは。道を通じてうっすら記憶遅れるって能力が始祖とシナジー起こしてはっきり遅れるようになったみたいな感じで。遅れる。パッパが未来のエレンの記憶見てるから、未来の継承者が過去の継承者に見せるのは進撃の巨人固有の能力っぽくない？始祖との合わせ技ジークとの時間旅行のおかげで結果的にグリシャは果てしなくリアルタイムに近い未来をエレン視点で見られたけど、言いたいことはめっちゃわかる。さすがに9つの巨人に何の能力もないってことはないと思うけどな。始祖が記憶を過去の継承者に送れるなら初代壁の王の記憶でだいぶ違う歴史になってそうだし。進撃の能力っていうかエレンの能力だな。だってグリシャ遺伝の継承者が全く能力を把握してないんだから、進撃に能力と言えるものはない。いやでもそれなら始祖がその能力を把握してなかったのにも筋が通るな。全てを知るはずの始祖が進撃の巨人の未来史を知らないのなんてって思ってたけど、2000年経っていきなり生えてきた能力なら知らなくてもおかしくない。こればっかりはもうわからんね。クルーガーさんも未来の記憶を見てたし、進撃自身が能力を知らなかったなら始祖が知らなくてもおかしくないな。追記進撃がバニラ説ガチであるかもしれない。記憶を送る力が始祖由来ならガチで、進撃に何の能力も持ってないなら王様が気づかなくても無理はない。存在しないんだから。なるほど、そもそも記憶を送る能力自体が始祖由来の可能性すらあるのか。進撃と始祖が交わったのも確かにグリシャとエレンの時しかないし。進撃の巨人、もともとはメガタの巨人の体になる男型の巨人だった説はあると思う。記憶を送られた側からしてみればその記憶が過去の記憶か未来の記憶かは判断がつかないよな。でもクルーガーはグリシャに壁の中で人を愛せって助言してたからある程度は分かっていたのかな。少なくともグリシャ継承前のクルーガーもミカサとアルミンの記憶見てるからな。始祖での記憶巡りツアーはあくまでグリシャ継承後壁破壊までしか見てないから、クルーガーに同行してるとは思えないし、始祖を掌握したエレンならいつでも好きな時に道ツアーできるのでは。アルミンたちと語り合ったのも始祖の道パワーだろうし、やろうと思えば何度でも記憶ツアーできるやろ。実際ジーク飲み込んだ後で母さんに日渡るしたんだし。進撃の巨人は元は男型の巨人だったが、始祖エレンの力によって未来を見せられた結果、継承者は一応に何かに向かって進撃をする存在になったんだと思ってる。自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。でセリフも実は進撃継承者のことも意味してて、地獄の先にある何かはエレンによって見せられた未来の景色なのかも。あ、そういやそうか、自由を求めて進撃していたと思われた進撃の継承者たちはエレミカ RTA のために進撃していただけってこと。進撃関係なく善意でグリシャを引き止めて飛行船を見せてあげたクルーガーみたいに全部が全部エレンが操ってたわけじゃないんだろうけど、ここの発言がマジならエレンの干渉を受けてた進撃継承者はかなり多いと思う。進撃が2000年間誰にも見つからないように手助けしたりしてたんじゃないかな。歴史の裏に隠れるように。別スレのマリアの目線の先にエレンいる説ゾッとした。未来の継承者の記憶を見るってのは本当に進撃の能力で、始祖ジークのおかげでエレンが過去に干渉することも可能になった、任意の未来を見せることも可能になったって認識してる。始祖がなければ過去の継承者の記憶を見るのと同じで断片的に思い出す感じで未来が見えるみたいなイメージ。父親睨んでるじゃないのか。あーなるほど、自分の知らない未来の記憶が気づかないうちに脳内に置いてある感じか。始祖の力で制御可能になっただけで。
いつの間にか何でもエレンが操ってた説になったけど、エレンがそれだけ万能ならヒストリアと接触した後の4年間であそこまでやさぐれないと思うんだよな。いや、原作通り進んでグリシャの記憶ツアーがあったからってパラドックスの問題にもなっちゃうんだが、よくよく考えたらマリアの位置からじゃ父親見えないよな。でも目線の強さ的に父親の方がありえそう。食べてる間に見えてきた知らないお兄さんより父親の方がここまでの憎しみの目を向けるのに納得がいく。エレンが万能になったのはジークと接触してからなんじゃない？それまでのエレンは、未来エレンに未来の記憶を見せられることで実質的に操られてる。全部の記憶は見せてくれないから、未来の自分がどうなってるか、大事なところはわからない状態。